ジースキのかけです。マキシブーストオン、おすすめ機体紹介、3000コスト編、正直ランク表の上の方だけを喋るっていう感じですけど、行ってみましょう。 ASW-G01 ガンダムバイル。はじめはアーケード版のね、最終アップデートで参戦したこの機体、格闘機と思いきや基本的にメインを差し込んでコンボをする実に理性的な機体。一度輸送コンボが始まると途中カットすることがほぼ不可能なので、メインを差し込まれた瞬間に200ダメージは確定する。弱点はメインの射程が短いことと、輸送コンボを完走するとブーストがなくなることなので、相手の弾をかわしつつじわじわと距離を詰める技術が要求されると言いつつ、そんな技術はどんな機体にも必要な上、バイルは機動力がかなり高いのでそんなことは造作もない。また気落ち、サブや特殊の突撃性能が幾分厚いより高いので、高コストの反撃が怖ければ抵抗殺しに専念するのも十分ありでしょう。コンボ選択の多様性も含めて使いこなせれば、試合中の視野を広げる練習にもつながります。ブースト管理と距離感の読み合いの練習のために、この機体で遊んでみるのはいかがでしょうか。 GN-011 ガンダムハルト。マキシブーストオンといえば変形ゲロビ、ヘイトを集めすぎたのか、エクバ2ではこいつのために変形勝者を弱体化されたまでと考えられるほど。正直おすすめされるより対策を知りたがるやつの方が多そうなこの機体、ミドルロックでミサイルとシザビオンが来つつ適当に突撃して、変形勝者で相手を翻弄するだけで戦場に存在感を出すこのカップルたち、飛んできたり投げ払う刹那はトランザム中なだけあって性能はなかなかにおかしい。そして近距離に入られてコンテナパージの自爆、もしくは実は結構強い翼格闘を差し込むことができる。弱点は変形を生かして好き勝手に動くせいで味方が刈り殺されること。しかしそれはそれでハルートが見られてないので、好き勝手に変形勝者を撒くことができる。うん、ひどいね。耐え続けて相手を削り切るべし。 GNT-0000FS ダブロークワンタフルセイバー、元祖抵抗破壊のインフレ機体、接近や差し込みが強い特格、取り回しの便利なサブと特殊、弾幕に使える CS と、なかなか強めに武装が揃っているが、エグバツにもっと壊れた排入がいる。またカット耐性マシマシの残像派生や、絶対にカットされないと定評な覚醒技もあるのが強い。このようにリスクを抑える攻撃卓をたくさん持つのがこの機体の強みである。正直喋っている本人が使えない機体であるが、射撃と格闘をまんべんなく使いこなすことで抵抗を何らか破壊することはできる。だが好き勝手に暴れ回る代わりに、前線などお構いなしに戦う機体性質上、相方負担がそれ相応にかかるのも本気の難点。しっかり前衛として相手の攻めを受け流してあげるのが必要なのかもしれない。知らんけど。 ASW-G08 ガンダムバルバトスルプスレックス。家庭版から参戦する本機体、おそらく武装の多少の性能変更はあるはずなので今評価するのは難しいかと思われるが、振り向き打ちのない CS、 キョンカクズッサ、オバヒでも出せる特殊移動、強判定のアシスト、そしてわけのわからない判定を持っている不明といったように、武装のコンセプトが強いので弱いわけがない。ただし武装を積極的に差し込むというよりかは、相手のミスや分断を狙ったといった強引さに少し欠ける機体であるため、PDF-2019 のような抵抗爆弾の光栄で光ると思われる。次に紹介する FX と違い、開幕から逃げの強ムーブを使うことができるので、そこも明確な違いかもしれない。難易度は多少高めかもしれないが、やり込みと研究に見合った機体性能は保証されている。 AGE-FX ガンダム AGE-FX ザ・爆弾光栄。常時全方位シールド、離脱用アシスト、後ろから視聴できるゲロビと極太 CS と、光栄が持つべき武装が3000水準としてまとまっている。何より他の機体と明確に違うのは、 AGE-FX なら迎撃ではなくシールドを難なく選択できるという点だ。よって基本的には見られないため、それ相応の自己主張が必要である。というのも耐久が260未満になるとバーストモードに入り、射撃性能が下がる代わりに機動力が大幅に上がり、格闘性能も変わる。そして何よりサブのファンネルの性能が格段に強化される。バーストした FX は機動力が最速クラスな上、近距離でかなり強くなっているので基本的には取られることはなく、また射撃シールド付き特殊移動を使えるのもデクスと違う差し込みの強さとして挙げられる。しかし先落ちした場合、また通常時に戻ってしまうため、本当にガン無視されかねない。全力で後落ちを狙おう。小ネタとして下覚醒技で自爆することでバーストモードに任意で入ることができる。
無視の対策として生きる場面もあるだろう。前線に出ることに抵抗があるならば、 FX でちまちま高揚するのもいいかもしれない。 GX9901DX ガンダム WX、 デラックスでも DX でもなく WX である。本機体、通常のジャンプ中ステップ入力だけではなく、メイン前角で変形する仕様がある。また変形の燃費がいい上、変形格闘で出るミサイルがおバカな誘導をするため、中距離から一生相手の着地にミサイルをばらまきたい。また便利な追従アシストの G ビット、高回転率の射撃アシストを絶え間ない弾幕として相手を翻弄することができる。この機体の強みとして、横角が格闘機並みにアホ強いので、隙あらば差し込んでハンマー派生をしたいところである。また覚醒中、特殊にスーパーアーマーがつくため、置き攻めやぶっぱで無理やりダメージを通すことも可能である。明確に何がどうこう強いかは記憶に薄いが、堅実に立ち回り、サテライトキャノンや変形ミサイルを狡猾に狙う高性能な前衛である。あと隣に乗っているティファが可愛い、本当に可愛いので大変おすすめできる機体である。 BN8762H ホットスクランブルガンダムエクバ2の末席、最弱ガンプラ、ダメージン川口と名高い本機体、 BD 格闘、前角以外の格闘に取り柄がない機体であるが、爆風付きゲロビ、甘えた着地をぶち抜く読者、そしてオリテクとして使えるくせに、なかなか超高性能な横サブと避けられない老人を発見するための下サブがある。というように、通常時は本体よりもフィンファンネルがバチコリ働きまくるが、覚醒するとかなり変わってくる。射撃シールド付き BD 角は F 角の恩恵で差し込み性能が格段に上がり、長距離を一気に詰め差し込むことができる。何より下サブを展開した状態で覚醒したホットスクランブルガンダムが BD 角で突っ込んできた場合、それをさばくのは非常に困難となる。サブが非常に生命線であり、うまく使いこなすことで戦場支配しよう。 CB0000G/C リボーンズガンダム、リボーンズキャノン、マキシブーストオンの代名詞、ファングで相手を翻弄しながら特殊移動と化した乾燥ムーブを駆使して動き回ることで戦場を支配することができる。この機体に対する理解度こそがマキシブーストオンの理解度に匹敵すると言っても過言ではない。格闘より万能機であるが、積極的に差し込むリスクを負わなくても十分戦える、そんな機体である。正直言っていい、アホ強い。乾燥ムーブや CS 関連の多少の特殊性はあるものの、ゼロ円リボガンは無限に練習可能なのでバチコリ使っていこう。その他のうぞうむぞうである。正直ほぼ研究され尽くされたこのゲーム、ランク表は信用に値する。その他うぞうむぞうは若の殺しでしかない。狂気体で基礎を固めた上で個性を求めていこう。そう昔の自分に言いたい動画でした。終わり。お疲れ様です。さよなら。